装飾家近井凛陽介です。今回はオリジナルのキーホルダーについてです。私は音楽家として活動していますが、活動の中での販売グッズとして私の姿を模したキーホルダーがあります。今回は魔が差して、これに装飾品以上の性能が見出せればと考えました。なのでこのキーホルダーで魚を釣ってみたいと思います。値段はそのままで、装飾品プラス魚も釣れるとなれば、このキーホルダーもお買い得に感じるはずです。単なる無謀な挑戦に終わってしまうかどうか、やってみたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらは東京都です。まずは川に向かいます。今回はあまりにも難易度が高すぎる課題に思えますが、わずかに可能性を感じているのには根拠があります。こちらをご覧ください。これはかなり広く流通している釣りの仕掛けの一種ですが、地球上のどの生物にも似せられていません。しかしこの地球外生物のような仕掛けでも魚は食いついてくるそうで、むしろかなり信頼されている釣り具なんだそうです。なのでまずは第一段階として、この地球外生物的な仕掛けで魚を釣り、リアルな餌を模していなくても魚が釣れることが証明できれば、キーホルダーで魚が釣れる可能性にも光明が見えてきます。その時に第二段階としてキーホルダーを投入したいと思います。江戸川に到着しました。早速実験の第一段階、地球外生物的な仕掛けを装着します。投入していきます。金属板を回しながら泳いでいます。このような生物はおそらく世界中のどこを探しても見つかりそうにありません。むしろ花に似ているようにすら見えてきました。しかしこれで釣れるという話を信じて泳がせ続けてみます。かなりの時間が経過しました。何の反応もありませんが、そう簡単には釣れないのでしょうか。移動してみます。別の川にやってきました。ここでも仕掛けを投入していきましょう。無反応です。釣れるはずなのですが話が違います。水中の様子を見てみましょう。全く魚がいません。さすがにいないところに投げても無駄ですので移動します。別の日、気になる川を発見しました。生命がいそうな気配を感じます。早速試していきましょう。その時、ついに何かが食らいついてきたようです。なかなかの重量感があります。これはナマズでしょうか。これでついに地球上の餌に似せなくとも魚が釣れるということが証明されました。
それではいよいよ挑戦の最終段階、キーホルダーの釣りに入っていきます。キーホルダーに釣り針をつけます。さすがに全く釣れそうには見えません。難易度が高すぎることは明らかですので、確実に魚がいる管理された釣り場に向かいます。それではキーホルダーをつけて開始していきます。2時間ほど経過しました。予想通り何の反応もありません。無謀を承知でやり続けるには心の忍耐力の必要性を感じます。さらに雨まで降ってきました。もはや苦行です。開始から約5時間投げ続けましたが一切釣れません。夕方には釣り場が閉まるので移動です。別の日、今日も確実に魚がいる釣り場を目指します。水中を見てみると多くの魚がいるので、これで釣れなければこのキーホルダーが釣れないという可能性は非常に高まります。今日も長期戦覚悟で投入していきます。魚の反応を見てみましょう。逃げました。魚もこちらの心を折る術が分かっているのでしょうか。諦めるという迷いがよぎりそうです。いや、しかしここは魚からの精神攻撃に負けないよう一心不乱に投げ続けるしかありません。その時、まさかの成功です。ついにキーホルダーで魚が釣れました。長い道のりでした。しかもただ釣れただけではありません。キーホルダーで釣られる一瞬の魚の衝撃映像も捉えました。ご覧ください。食べた瞬間です。そして口にはキーホルダーがしっかりとかかっています。これで声を大にして言うことができます。私のコンサートの際などに受付で売っているこのキーホルダー、装飾品というだけでなく魚も釣れます。それではご視聴ありがとうございました。さらにキーホルダーをしばらく加える魚の映像も捉えることに成功しました。